佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーです。はじめに佐賀新聞の紙面から県内のニュースを紹介するニュースこの一週間です。今週は4月17日から23日までを振り返ります。<noise> 工事脳機能障害の相談支援センターが佐賀市に開設しました。 事故や病気による脳の損傷で記憶や言語機能などが低下する高次脳機能障害の相談支援センターが佐賀市新中町にオープンしました患者と家族の相談に乗り就労訓練や福祉サービスを紹介するなど社会復帰に向けてサポートします高次脳機能障害の支援拠点はすでに佐賀大学附属病院にありますが 福祉面の支援を強化するため、佐賀県が新たに開設しました。障害を持つ人の家族らで作る支援団体、プラム佐賀が委託を受けて運営します。多久市、伊里市、鹿島市で市議会議員選挙が告示されました。統一地方選後半戦のスタートとなる多久伊里。 鹿島の3つの市議選が19日告示されました。田区市は立候補の届出が定数と同数の16人で、無投票当選が確定しました。今里市と鹿島市は定数を上回り、地域活性化や人口減対策などの課題を争点に、26日の投開票に向けて論戦の火蓋が切られました。 佐賀市で3010運動が始まりました宴会での食べ残しを減らそうと最初の30分と最後の10分は自席で食事する3010運動を佐賀市が20日スタートさせました佐賀市は運動の考え方や実践方法を説明したパンフレットとポスターを作成し市民への周知に力を入れます 三丸一丸運動は二千十一年度に長野県松本市が提唱しました。県内で実施するのは佐賀市が初めてとなります。佐賀市のゴミ排出量は二千十三年度におよそ九万トンで。このうち事業系のゴミが三割を占めます。この運動の実践により。二千二十四年度までに事業系ゴミ排出量の十五パーセント削減を目指します。 九州電力が限界町議会に限界原,原発の敷地拡張を説明しました。九州電力は20日、東松浦郡限界町議会の全員協議会で限界原,原発の敷地を拡張する計画案を説明しました。拡張する敷地は？ 事故時に搬入する資材や機材の受け入れ場所などを整備する計画です。2016年度に着工、20年度の完成を予定しています。使用済み核燃料を保管する中間貯蔵施設の建設用地としての活用は否定しました。計画案によると予定地は原発の南東側で面積は13.1ヘクタールです。 そのうち農地や山林などの十二点二ヘクタールを宮殿が購入します。現在知見者と交渉中で合意すれば農地転用手続きなどを進めます。大町町長選挙と木山町江北町大町町の三つの町議会議員選挙が告示されました。 統一地方選後半戦の大町町長選挙と宮城郡木山町、岸間郡の江北町と大町町の3つの町議選が21日告示されました大町町長選には現職と新人2人が立候補し8年ぶりの選挙戦に入りました木山町議選は立候補者が定数と同じ13人となり無投票当選が決まりました 喜山町議選の無投票は12年ぶりです。ともに定数10の江北町と大町町の町議選は、どちらも13人が立候補しました。すべての選挙は26日に投開票されます。ラムサール条約の登録へ、県内2カ所の日型が推薦されました。 環境省は22日国際的に重要な湿地の保全を目指すラムサール条約への登録に佐賀市と鹿島市の干潟2カ所を含む4カ所を推薦すると発表しました6月にウルグアイで開かれる会議までに登録が決まる見通しですこれにより国内の登録は50カ所になります推薦する県内の干潟は 佐賀市東岡町の東岡干潟と鹿島市北東部の比前鹿島干潟です県内2カ所はズグロカモメなどが多く飛来し渡り鳥の重要な中継地、越冬地となっています環境省によると5月下旬にラムサール条約事務局で登録され6月1日開会の締約国会議で認定証が授与される見込みです 突然ですが増田さん、はい、唐津市にある名古屋城跡はご存知ですよねはい知ってます実は昨年の NHK 大河ドラマの影響で観光客が増えているそうなんですへ、そうなんですか名古屋城は豊臣秀吉が朝鮮出兵の拠点として唐津市鎮西町に気づきました周辺には全国から集まった130以上の大名の陣跡があります そんなにたくさんの人跡があるんですね。歴史好きにはたまらない場所と言えますね。そうですね。名古屋城跡の観光案内所を運営する、非前名古屋城歴史ツーリズム協議会によると、昨年の観光客は57,489人だったそうです。これは前の年と比べておよそ1万5,000人の増加だそうです。随分増えましたね。 これが大河ドラマの効果なんですかそのようです。昨年の大河ドラマの主人公は、この名古屋城を設計した黒田寛兵衛でした。10月から11月にかけてドラマが朝鮮出兵に差し掛かり、名古屋城跡も番組の中で紹介されました。その時期の来場者が前の年のおよそ2倍の15,974人だったそうです。 ということは、やはりドラマの効果と言えそうですね。はい。地元では、このチャンスを生かそうと、唐津市呼子町にある、黒田勘兵衛の長男、長政の陣跡に、家紋の旗を立てました。他にも、陣跡の入り口にあたる道路に、上り旗を立てるなどしています。なるほど。ドラマとの連動をアピールして、観光客の増加に力を入れたんですね。そうですね。 その効果もあって今年1月に入っても前の年と比べておよそ1500人多い3736人が訪れ増加傾向が続いていますドラマの効果って大きいんですねそれに加えて名古屋城や多くの陣跡をアピールしてきた地元の努力が実ったとも言えますね本当にその通りだと思います 肥前名古屋城歴史ツーリズム協議会の田中秀樹さんに話を聞いています。名古屋城跡の観光客増加は何が影響したと思いますか。はい、あのー、去年のですね、あの、と、大河ドラマの軍師官兵衛。あちらのですね、えー、最終話に近いところで、名古屋城がすごく評価。 あの紹介されたんですねその影響もあってか、ですねだいたい約3割の方がですね、えー、観光客の数が増えてますね、はい、観光客の増加傾向を維持するために、今後、どういった取り組みを考えていますか、はいえー、名古屋城博物館が、ですね、えー、バーチャル名古屋城というあのバーチャル体験ができるですね、えー、アプリを作りまして、えー、それを 今度ガイドに載せてですねやることが決まってますでまた9月からはですね海から去る木といいまして、えー、そういったガイドもですね充実させていきたいと思っております面白そうな取り組みが期待できそうですねはいこれからもドラマなどのブームを観光に活用してもらいたいですねここからは佐賀大学美術館で開かれている染色展の話題です 佐賀大学美術館の学芸員、大坪由紀さんに話を聞きました染の系譜染色教室三人展では、城秀夫先生、小川康彦先生、田中芳雄先生の3人の作品を紹介しています。城先生は昭和24年から昭和52年の間、佐賀大学で染色と木工の指導をされてきました。 作家としても活躍し日展などでたくさんの賞を受賞しています主題である樹木の持つ力強さや生命力を逆老血染めという技法を使い鋭い線を用いて表現しています 中でも先生の代表作「豊かは」は逆浪血染めという技法を確立して初めて日展特選を受賞した作品です小川康彦先生は昭和52年から平成3年まで佐賀大学で染色を教えてきました もともとは油彩画家を目指されますが20代の頃入院した際に出会った本をきっかけに染色の道へと進んでいかれました主に先生は重ね染めという技法を使い制作されています代表作である「知の日の有明」は日展特選候補にも選ばれ 豊かな有明海の情景を透明感のある色彩と史上あふれるタッチで表現しています田中義雄先生は平成11年から現在も学生たちに染色を指導しています昭和47年城秀夫先生の指導を受け染色の道へと進み 特設美術科を卒業後、作家としても日展を中心に創作活動を行っています。余白を大きく残した大胆な構図と繊細な線で対象を巧みに表現しています。解けるという作品は、先生の大きなテーマである線をモチーフにし、ねじれた縄のような線が結び目を作ったり解けたりしています。 生きているかのようなダイナミックな線は強い印象を持ち見る人を絵の世界へと引き込みます佐賀大学で染色の指導に当たられた三人の先生の作品を一度に見られるのは今回だけです皆様どうぞ佐賀大学美術館へ足をお運びください三人は佐賀大学染色教室の歴代講師ということですが それぞれに個性的な見応えのある作品展ですねはい色合いが神秘的で思わず引き込まれそうになりますねそうですね続いては佐賀あの日の風景ですこの街から広がる世界へ新しい、ね こちらは1987年、昭和62年4月4日付の佐賀新聞に掲載された写真ですこれは川上郷の鯉のぼりですか奥に見えるのは肝心橋ですよねはい、そうです佐賀市大和町の川上郷で恒例となっている鯉のぼりです記事によるとこの時はおよそ450匹の鯉のぼりが泳いでいたそうですよこの年で4年目だったそうです 初夏の風物詩として定着していますから、これからも長く続けていってほしいですね。そうですね。それでは、今週はこの辺で、佐賀新聞、テレビ夕刊ウィークリーでした。